和歌山県七元のサメのヒレという期間限定のポイントです。この洞窟にサザナミヤッコがいるという情報を得て潜っています。早速いましたよ。綺麗な魚ですね。正面から撮影したいですが、人がいていけなさそうです。岩の隙間から撮影するしかなさそうです。なんか覗きをしているみたいです。もちろんそんなことやったことないですけどね。綺麗で怪しい魚ですね。なんか変な動きし始めました。なぜかここでレンズ外します。少しでも大きく映したい。外して正解でした。それにしても覗いているの気がついてますね。なんか目があったような気がします。気のせいかな。レンズつけて正面に回ります。距離はさっきまでとあまり変わりませんね。と思ったら、こっちに向かってきてませんか？がなくてぐるぐる回っている感じです。明らかに嫌がってますよね。ここら辺にしておきます。皆さん出てくるのを待ってました。